ハンター名前を知っててくれて光栄だが、その呼び方はやめてくれ。あのな、あんた他人事だからそういうことが言えるんだぜ。嫌なやつだなあんた。あんたの名前は？普通だな。それを俺に言うか。マジで嫌な女。褒めてねえ。そうだが、なんだその疑っていそうな目は。ひでえ。あんたもよそ者にしちゃ親しみがいがある。俺も一応ここの有力者だからな。よそ者じゃ知らないだろうが、それなりの能力があるんだ。よそ者ってことはあんたは敵じゃない、味方でもないが、仲良くしようぜ。噂によると、よそ者っていうのは仲良くなりやすいものらしいからな。Thank you.
なぜここに来た？何の用だ？来るな。仕事の邪魔だ。薄気味の悪いことを言うんじゃない。誰も変な意味だなんて言っていない。そう感じるのなら変なことを言うのはやめろ。されるところがあるだろう。なんだってこんなところに来るんだ。私は壊れた時計の修理をしている。それが仕事だ。地味だが、時計を触っている時間は気が休まる。邪魔をしないなら、たまに見に来てもいいぞ。久しぶりです。僕に会いに来たんですね。そうだと思いました。寂しくなったんでしょ？僕もですよ。あなたがこの世界にとどまってくれるのならそれだけでもいいんですが。やっぱり愛する人とは一緒に過ごしたいですよね。僕は幸せです。
ずあなたを愛していますよ。真面目で一途なウサギになんてこと言うんですか。ひどいな。鼻で笑いましたね。一途にあなたを思っているのにひどい。それは僕を思うがゆえに足が勝手に。馬鹿にされている気がします。なんだかそっちの方が痛いので前者でお願いします。普段はキリッとしていますよ。そういう姿を見せたらあなたも僕を好きになってくれます。僕はあなたに好かれたいんです。他の誰かじゃなくてあなたはどうなんです。常にキリッとしていたら僕のことを好きになってくれますか。嘘つき。あなたのためなら変われるのに。僕じゃダメなんですよね。勝ちたいゲームほどうまくいかないってことをちゃんとわきまえていますよ。どうだ、ここにも随分慣れただろ。あ
んたはなんかここにいて違和感がないんだよな。客って感じがしねえ。ああ、いい意味だぞ。屋敷の奴らもあんたを気に入ってるみたいだ。俺もあんたがここに滞在してくれてよかったって思うぜ。仕事入ってる時は無理だが、時間が合う時は話したり遊んだりしような。なんじゃ、お前は。いかにも、わらわはハートの城の女王、ビバルディだ。お前は。答えさもなくは首をはねる。お前よそ者か。なんじゃ曖昧な言い方をしよって、死刑にしてほしいのか。お前、は、お前はこの娘がよそ者だとわかるか。は、いえ、残念ながら私は役なしのカードですので。わらわにはわかる。よそ者には初めて。どうやったらわかるものかと思っておった。聞いた話通りわかるものじゃな。感じると言った方がよいのか。さすがは女王陛下。うん、ああ、お前死刑な。は？わからなかった罰じゃ。誰かこの者の首をはねよ。はは。お前、わらわのことが好きか。よそ者とはこの国の者に好かれるべく来た生き物らしい。じゃが、一方的に好かれるなどずるいと思わぬか。わらわが好きか。
カナットはなんじゃ、カナットは。いい加減な娘じゃのう。まあよい。わらわが好きなら、生かしておいてやろう。わらわのことは、ビバルディとお呼び。ビバルディ。そうお呼び。でないと、首をはねてしまうよ。それでいい。連呼しなくとも聞こえておる。そんなに浮かれて、よほどわらわのことが好きなのじゃな。では、また遊びにおいで。ハートの城の門扉はいつでも開放されておる。ガキども見てねえか。またサボりやがって。仕事が入ったっつうのに見つからないんだ。僕に会いに来てくれたんですね。嬉しいです。やっと覚悟を決めてくれただなんて。どこで何をしていたかなんて聞くのは野暮ですよね。僕はあなたがここに来てくれただけで嬉しいです。さあさあ、すぐに部屋を用意させますから。ああ、やっぱりここは僕の部屋がいいですか。愛のある共同生活、素敵ですよね。遊びに来ただけ？なんだ、つまらない。ずっとここにいればいいのに。お、暇なのか？付き合ってやりたいが、仕事が立て込んでるんだ。また今度な。何が？どうして？それはそうだろうね。君の世界の人間とはだいぶ違う。
別におかしいことじゃない。私？私はもともとこういう顔色だ。大丈夫じゃないかもしれない。